高浜町の佐吉神社に伝わる雨乞い鐘が26日特別に公開され、氏子をはじめ多くの来館者が訪れました。佐吉神社の例祭に合わせた特別拝観では、収蔵庫の前で神事が執り行われ、盆章が公開されました。雨乞い鐘は延元元年1336年に高浜町中寄りの海岸に流れ着き、その後佐吉神社に奉納されたと伝えられていて、その特徴から平安末期から鎌倉初期に作られた若狭地方では最も古い盆章とされています。神事では氏子の代表や関係者が次々と玉串を捧げ、およそ40年ぶりに姿を見せた雨乞い鐘に手を合わせていました。雨乞い鐘は干ばつが起きた時に海に浸すと必ず雨が降るという不思議な言い伝えからその名前が付けられました。収蔵庫を修繕したこともあり、今回特別拝観を行ったものです。佐吉神社には普段見ることのできない文化財を拝観できる貴重な機会とあって、朝から大勢の氏子や歴史愛好家らが訪れ、熱心に盆章を眺めていました。